最後に私から皆様にメッセージを送りたいと思います。人は歩みを止めた時に、そして挑戦を諦めた時に年老いていくのだと思います。この道を行けばどうなるものか、危ぶむ中で危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ、行けば分かる人。ありがとう。どうす、ありがとうございます。いやー、久保さん、久保さん、久保ティーチャー、いやー懐かしい映像ですね。何言ってるか分かんないですね。あの麻雀の2003年ですか、2013年麻雀のだいぶ変わりましたね。僕もだいぶ変わってると思いますけど。まあ今回ですね、まあ久保さんの送っていただいた PV にいい言葉がありまして、まあこれについて僕はお話ししていこうかなと思います。未来を変えるために現在を変え続けている。未来を変えるために現在を変え続けている。これね、すごくシンプルで、うん、まあその通りだし、まあその現在進行形の人じゃないと、まあこの言葉っていうのは出ないのかなとは思いますけどね。現在進行形で、現在を変え続けてる人じゃないと出てこないのかなっていう。でもすごくシンプルですよね。多くの人たちが未来を変えたい、収入を変えたい、人生を変えたいと思ってるけど、現在変え続けてないんですよね。結局続けてないんですよ。変え続けてないんですよ。だ、僕も久保さんもそうなんですけど、まあ、100は超えましたよ。明らかに現在変わりますよね。前の現在、1話からスタートでした。1話からね、まあ、1話もなんか久保さんがなんかね、エホバの証人ですよね。振り返ってみると、僕が別にね、合宿やりましょうって話じゃなくて、なんかエホバの証人の動画をアップしたらね、久保さんがなんかたまたまそれを見てくれて、で動画が送られてきてね、そう、あれからスタートですよね。久保さんから動画送られてきてからなんかね、スタートしましたけど、じゃね、僕もエホバの証人のあの動画をもしアップしてなかったら、まあこれにはなってないですよね。まあ、面白いですね。だから僕が現在を変え続けてる、まあいろんな動画をアップしたことによって、久保さんの現在も変わったのかなっていう。僕が現在を変え続けたことによって、久保さんの現在も変えて、久保さんの現在にリンクして、僕が現在を変えたことによって久保さんの現在にリンクして、でその現在が久保さんも変えて動画を送りつけるっていうね、変えて、で僕も送りつけるっていう、ずっとやり取りですよね。エホバの証人から始まったここの現在。でも振り返ってみると、まあこの100話っていうのはね、まあ歴史のたった数週間ですかね、1ヶ月経ってないで100話ですからね、数週間だと思うんですけど、まあ僕たちはね、これからも現在を変え続けていきますよ。分かりやすくね、それが目に見て分かりやすく動画の本数がひたすら増えていくっていう、現在がどんどん変わっていくってね。昔は動画1本だったのに、気がつけば1万本みたいな、もうちょっとで僕1万本いきますけど、一般公開のやつが。じゃあその変え続けた結果どうなったのかっていうと、久保さんもそうですけど僕もそうで、未来はどんどん変わりますよね。まあこの動画見られてるあなたも、なんかその変え続けてることってあります？変え続けてること、
変え続けてること、これね、変え続けてることってあんまないんじゃないですかね、うん、ほんとね、変え続けたらマジで変わりますよ。そりゃそうですよね、変え続けてんだから変わらないわけないですよね、未来が。未来が変わらないわけがないですよね。変え続けない、変え続けて、うん、まあちょっとね、この動画の一番最初にね、道、アントニオ猪木さんのね、ちょっと V をちょっと映しましたけど、まあ多くの人はね、その怖いわけですよ、うん、まあその変えたいと思っても変え続けられない理由っていうのが怖いわけですよ。その道を行ってはいいのか悪いのかと。でもその一歩が道となりみたいな、その一歩が道となり、まあ僕アントニオ猪木さんのその道っていうのは、あの言葉好きなんですけど、もうほとんど怖いし、じゃあその道を一歩歩くのも怖いし、じゃあ歩き続けるのも怖いし、でもその道を踏まない限り、歩まない限り道は開けないと、うん、迷わず行けよだーみたいな迷わず行けよだーみたいないや、あれもすごいいい言葉ですよね、道っていう、うん、僕好きですね、あれ。迷わず行けよ、行けばわかるさみたいな、わーみたいな、そう、行かないとわかんないですよね、うん、一回変え続けた人じゃないとわかんないですよ。申し訳ないですけど、変え続けた人しかわからないんですよ。わからないです、うん。だからまあね、この動画見られてる方も、うん、別にその変えたくないんだったらいいと思うんですよ、うん、だから変えたくないんですよね、うん、未来を変えたくないんですよね。僕は変えたいですね、どんどん、そう、どんどん変えたいですね、うん、だって変えない人生って逆に楽しいっすか。変えない人生って楽しいのかな。変わらないんですよ。例えば今の会社ね、今の会社でずっと働くという道もいいでしょう、うん、別に悪いことではないと思います。ただし転職した場合どうですか。転職した場合って、例えばその求人広告とかでも、転職で年収1000万からとかね、年収600万700万の仕事があるよみたいな転職の求人雑誌、求人広告とかあるじゃないですか。じゃあ今年収300万200万だとするじゃないですか。じゃあその求人広告見て、あ、年収600万1000万か、自分の2倍だなと、あ、こんな会社に働いたらどうなんだろうって、働けたらいいなって思った人もいるでしょう。そういう求人を見て、自分が今年収200、300で、非正社員で、派遣とかアルバイトで、そういう求人見て、あ、俺バイト、コンビニでバイトしてても年収180とか200やなみたいな、正社員なんかなれねえなみたいな、とかなんかそういうこう思ったことあると、思ったことある人いるかもしれないですけど、じゃあそこに飛び込んでみ見て、飛び込んでみたら、見たなりの景色があるだろうし、じゃあそこに留まってたら何も変わらないわけですよ。景色も道も、いつものように、いつものようになコンビニに出社する、いつものように帰ってきてビールを開けて YouTube を見て、ああみたいなわかります、ああみたいな、そう、変わんないですよ。ずっと変わらないですよ。ビールプシュって開けてね、 YouTube 見ても何も変わんないですよ。うん、まあ今お酒のちょっと話が出たんで、事例を言いますと、ね、ただね、お酒を飲むという行為ですよ。ああ疲れたなって、お酒飲むじゃないですか。まあこれね、結構まあよくあると思うんですよ。まあお酒飲まない方はまあそのシチュエーションないと思うんですけど、お酒飲む人はああ疲れたなっつって、プシューみたいな、ああみたいな、でテレビ見て、うん、でコンビニで買ってきた弁当を食いながら、コンビニで買ってきた弁当を食いながらビール飲むみたいな、どうですか、一人暮らしの男子そうでね、あー YouTube みたいな、 YouTube みたいな、あ、またこいつらなんか言ってんなみたいなねそう、心の奥底ではこんな人生してみたいなと思ってても、自分はね
一人で弁当食って一人でねお酒飲んでるみたいな。でまあお酒の話なんですけど、僕はですね、YouTube を始めた時3年前ですかね、3年前か2年前、まあそのいろんなジャンルでね、こう YouTube を動画を撮り始めた時にお酒を飲みながらぼやくっていうのをねやったんですよ。まあそれはあの柴田さんっていうね YouTuber の人がハイボール研究所みたいなやってて、えお酒飲みながらでもコンテンツになるんだみたいな、お酒飲みながらでもこれあこういう概念があるんだみたいな、でそれで知っても僕はすぐパクったわけですよね。パクってピシュー開けてお酒を飲みながらぼやくみたいなっていうのはやり始めたんですよ。それを何十話だったかな、何回かやったんですよ。20回30回。まあ、単純にお酒、金麦ですよ、当時。金麦と、あとはコンソメパンチ。金麦とコンソメパンチですよ。で、それお酒飲みながらぼやくっていうのをシリーズでちょっと始めたんですね、パクって。じゃあ、今までやってなかったことですよね。今までやってなかったことは、あ、こういう概念もあるんだ。あ、これもエンタメでいけるんだなっていう概念が分かって、じゃあ、今までなかった現実ですよね。今までなかった現実が、まあ一個あそういうのがあるんだなっていうことになって動画を作り始めました。アップロードし始めました。でそしたらね、どういうことが起こったと思いますか。それどういうことが起こったと思います。だそれは続けた人しかわからないんですよ。だから僕しかわからないです。じゃあそれ続けた結果どうなったかっていうと、あのファンが増えました。要は今までそのお酒を飲みながらっていう動画がなかったんですよ。でお酒がやっぱ入ると本音が出たりとか、まあいろいろのこう話すわけですよ。だからそれを見た人たちがなんか違う側面を見るって面白いですみたいな。で僕が乾杯みたいな感じでやるわけですよ。乾杯みたいな。だから一人でね、だからそのコンビニで弁当でこうビール飲んでるとか一人で飲んでる人を僕の動画見ながら乾杯ってやった人もいるかもしれないですよ。うん、でそういうのを届けて続けた結果どうなったのかっていうと、セミナーなんかメールとかが来るようになって、いや吉田さんダブルコンソメパンチやばいっすねとか、トリプルコンソメもあるんですけどトリプルコンソメパンチやばいっすねみたいなメールが来るようになったんですよ。メールが、うん、まあ Facebook のメッセージでね、あの写真が添付されて、うん、でその後どうなったと思いますか。でちょうどその時に1億稼ぐマスターマインドセミナー、まあ、今回億万長者合宿ですけど1億稼ぐマスターマインドセミナーっていうのをやりました。そこら辺ででその時にそのいつもねあの写真をね、いや僕も金麦とコンソメパンチ今日も食べてますみたいなで写真が送られるようになってきて、でセミナーその当時やりました。でやったらそのいつもね、まあ、信者 S っていう人なんですけど、信者 S っていう人がまあ、参加してたわけですよ。ああ金麦あのコンソメパンチいつもありがとうございますみたいな、どうもみたいな。でセミナーに参加してくれたわけですよ。だから僕のセミナー初めてだったのかな、初めてか分かんないですけど、まあまあまあその金麦とコンソメパンチからファンになっていただいて、でまあ結論その参加費いただいてるわけですからお金になってるわけですよ。うん、多分おそらくなんですけどあの金麦シリーズがなかったら参加してなかったかもしれないです。うん。で、まあセミナー参加するじゃないですか。で、その一応稼ぐマスターマインドセミナーっていうのが意味深で、まあそこにですね、僕の今一緒にやってる鷲津さんも参加してたんですよ。福岡から来て。で、あと今鷲津ロボットっていう例のやつですね。鷲津ロボットというのを開発してるんですけど、まあその一応稼ぐマスターマインドセミナーにもう一人参加してたんですけど。今そのいろんなプログラムとかもうめちゃめちゃすごい人が、はい、でまあそれ今つながってて、まあいろいろまた僕東京行ってまあ打ち合わせとかお話とか、まあもしできたらインタビューとかしようかなと思うんですけど、なんかもうだいぶデモが変えできたみたいなんで、まあ、それちょっといいですよ。まあそれ置いときまして、まあそのまあ結論言うと、そのお酒を飲みながらぼやくっていうので、まあ、セミナーその信者 S さんも参加してくれました。じゃあその後どうなったのかっていうと、その後ドリームアカデミアにも入りました。その信者 S さんはドリアカの熟成さんです。じゃあその後どうなったのかっていうと、今一緒に YouTube やってます。はい、脱サラの部屋っていう、
脱サラの部屋っていうラジオ番組なんですけど、一緒にあの音声で撮ってます。すごくないですか、すごくないですかね。金麦、お酒飲みながらただぼやいてるだけの動画を撮って、まあそれを見てくれたね方がファンになってくれて、まあ信者 S ですみたいになって、でセミナー参加してくれて、まあその後ね、まあその時はドリームアカデミアっていうのはやってなかったんですよ。その時ドリームアカデミアやってなかったです。その時に、僕がセールスしたのは心塾っていうのをセールスしたんですね。うん、でそのセールスは入らなかったです、その信者 S さんは。でその後ドリームアカデミアを開講した時に、まあ、入っていただいて、でその後、まあ、今年ですかね、今年その塾生さんとのタイアップ企画で一緒に YouTube チャンネルやりましょうっていう企画を今年の初っ端やったんですけど、まあ、そこに応募していただいて、今脱サラの部屋っていうね、やつをやってます。すごくないですか、僕が変えたこと。お酒を飲むという動画を今までね、あのやってなかったことをやったことによって、どんどん未来が変わってるんですよ。もう一度言いますね、今まで僕の中でお酒を飲みながらっていう概念がなかったんですよ。だけど他の人を見て、あ、こういう概念があるんだと、あ、じゃあやってみようと思って僕もやったわけですよ。だから今までのやってなかったことがを変えたんですよね。こういうジャンルもあるんだって開拓したわけですよ。じゃあ開拓したことによって、そういう新しいそのコネクションというかね、まあそのお金にもなってますし、うん、すごくないですか最初にやったことってお酒飲みながらコンソメパンチただ食ってだけですよ。でその後発展してハイボール研究所ですよ。その後はライブでね、ハイボールを飲みながらそのライブするっていう。じゃあそのハイボール研究所やったらどうなったのかっていうと、もうそれもファンの方がすごくついて、投げ銭ですよね。ハイボール研究所でその投げ銭をこういただくようになって、すげえなみたいな、まあ、ライブしてるだけでお金投げてくれるんですよ。あ、これすげえ神社ビジネスやなと思ってすごいなみたいな。すごくないですか、お酒飲んでねライブしてるだけでお金がこう降ってくるんですよ。あざーすみたいな。でしかもその時にハイボール研究所をやりながらライブで、その去年だったかな、なんか合宿やってたんですよ。うん、で合宿参加者の方と、まあ、そのハイボール研究所やるみたいなやったりとかしてて、もう来ればいいじゃんみたいな、あ、行きますみたいな、じゃあ決済リンク送るねみたいな感じでまあそのお酒飲みながらはね、お酒飲みながら決済リンク送って決済みたいな、それ10万とかね売り上げ上がるわけですよ。なんだこれみたいなどうすか、お酒飲みながら10万って売り上げ作れます？これもやらなかったら、この現実は、僕この未来は手に入れられなかったんですよ。こういうのは体験できなかったです。お酒飲みながら10万の売り上げ上がるってなかなかなくないですか僕もいろんなマーケティングとかいろんな手法、いろんな売り方やってきましたけど、まあ、ないっすね、ないっすよ。しかも即決済ですよ。なんでそのライブ見てるんで、あ、じゃあちょっと決済リンク送りますねあ、決済しました、あ、決済、あ、来た来たみたいな、ライブでお酒飲みながらやってるんですよ。なんやねんこれみたいなね。なこれもやったからなんですよね。僕が例えばここで、いや、お酒飲みながらこんなことやって大丈夫かなとか、いや、こんなバカなことやって大丈夫なのかなとか、うん、こんな恥さらして大丈夫なのかなとか、いや、お酒飲んで誰が見んのかなとか、なんかそういうのがあったら、多分その現実、その未来っていうのは僕は手に入れることはできなかったですし、一生手に入れることはできなかったと思います。だから変えたからですよね。だから僕もいろいろな、そのもちろんうまくいかなかったこともたくさんありますよ。いろんなことやってきて全然そのうまくいかないこともありますし、まあ、これからもあるでしょう。うん、今はうまくいったことをお話ししましたけど、うまくいかないこともたくさんありますよ。だけど久保さんの話に戻すと、未来を変えるために変え続けてきたと、現在を変え続けてきた、うん、これに尽きるのかなと思いますね。そう、未来っていうのは不確定要素です。未来っていうのは不確定要素がたくさんあるじゃないですか。だって予言できないですよね。予言できます？できないですよね。でも現在は変えられるんですよ、自分が変えようと思えば。未来はわからない、でも現在は変えられるんです。未来はわからない、でも現在は変えられるんです。でもその変えるっていうのも、ちょっとした概念を外すとか、固定概念を崩すとか、なんかそのチャレンジしてみるとか、
やってないことをやってみるとか、まあ、今回ね、移動しながらそのね、久保さんの動画もこうガッチャンコして、まあ、やってますけど、そのストーリー D っていうね、その今まで僕がそのノー編集でほとんど iPhone で撮ってたんですけど、まあ、このストーリー D ってやつですねは、ストーリー性を持たせて編集をしてこうやってます。でまだ販売はしてないんで結果はどうなるかわからないですけども、でもこれやらなかったら多分その未来って見えないですよ。うん、だ今まで僕やってないと思うんですね。ずっと 手を込んで編集して、なんか映画風にして黒帯つけてずっとそのなんかやるっていうのは多分この2年のうち初めてですね。まあそもそも一眼レフをね、この一眼レフを買ったのが、まあ、去年ぐらいだと思うんで、シリーズもんでずっとなんかこう手のちょっと手を入れたやつっていうのは作ったないんで、だ売れるかどうか分かんないですよ。売れるかどうか分からないけど、自分の中で変えないといけないなっていう。うん、そう。あとこの前やったマフィア D ですかね、マフィア D ってやつもやったんですけど、それはその今までにないやつですよね。プレゼンテーション資料だけで顔出し一切せず、セールスまで顔出し一切せずですよ。僕顔出ししてますよね、こうやって1話2話3話全部顔出し一切せず、まあプレゼンテーション資料作ってこうやって、セールス動画もプレゼンテーション資料で全部やりました。じゃあその結果どうなったのかっていうと、150ぐらい売り上げ上がりました、結果ね。うん、だからそれはまあこのね、久保さんとのやり取りは久保さんとのやり取りはね、もう100話以上言ってますけど、そのマフィア D は8話かな、セールスが8話目だったかな、だから8本ぐらいなんですよ。8本ぐらいで、うん、150万ぐらいですね。でもこれもやらなかったらその結果得られなかっただろうし、もちろんじゃあ売り上げ全然上がんなかったかもしれないですし、うん、だからその変える、今までこうやってたから、じゃあこれやめてこれでやってみよう、未来は分からないけど、でもそれを変えることによって自分が手にしてない結果を得られるわけじゃないですか。でそれをどん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 変え続けていく、改善していく、でこれをやれば未来はね、いい方向に変わるしかないと思いますよ。だって自分がいい方向に目指してるわけじゃないですか。うん、で100話目でもお話ししましたけど、今その移動しながらね、久保さんの動画こう送られてきたりとか、まあ実際編集したりとか、あと他のストーリー D の動画撮影したりとか、まあいろいろそのストップするわけですよ。アクセル踏んでても久保さんからね、動画200話までもうぶっちぎりでいきましょうみたいなね動画送られてくるわけじゃないですか。止まるわけですよ。でも止まっても僕は今回東京にね行くっていうのがありますんで、またアクセル踏むわけですよ。でももうちょっと東京ですよ。そう、鹿児島から車で東京も着きますよ。いろいろ撮影もしたし、久保さんからも動画送られてくるし、だけどアクセル踏むことをやめないで、うん、続けたら東京行くんですよ。本当すごくシンプルですよね。うん、そう、だからまあ変わるっていうのは怖いかもしれないですし、なんか続けるのも怖いかもしれないですし、続けることも不安があるかもしれないんですけども、僕はいつも思うんですけど、俺は変わるよっていう、お前らは変わらなくても俺は変わるよと、俺は決めてるから変わるって、変わりたいし人生変えたいし、もっと大きいろんなとこ行きたいし、だから続けるよと、変えるよと、お前らが諦めても俺は続けるよっていつも思ってます。心の中では、心の中でいつもお前らが諦めても俺はやるよっていう、うん、だからあとは皮肉言われても見てろよと、俺は変わるぜと。どうすか、他人の皮肉、他人の悪口、他人のことを指さしてる人より、自分を変えようって努力してる人の方が絶対変わると思いません？なんかいつも僕はね思いますよ。なんかそういうアンチが出てきても、見てろよと、お前らより絶対変わってやると、見てろよと、もっとなんかすごい、お前らが絶対見れないような世界見たるみたいな、
ていうなんかね、反骨心じゃないですけど、そういうのがねふつふつと湧き出ますよね。俺は絶対変わってやると、もっともっと変わっていろんなと、だって僕もう本当世界行きたいんで、で世界行きたいからやってんすよ YouTube を。まあいろいろありますよ、本当もうキリがないですよ理由が。うん、だから YouTube やれば YouTuber としてね、ある程度そこで収入が上がれば、だからもう海外行って、それが自分が行きたいこととその収入がリンクしていくわけじゃないですか。だから俺こんなとこ行きたい、じゃあそこで映像撮ったらまた面白くなるじゃないですか。でそれでまた収入にもなるわけじゃないですか。自分がやりたいことと収入がリンクどんどんしていくわけですよね。うん、だからまあそんな感じですね。僕はまあ最終的にまあ商品ね、今はこう、うん、売ったりとかしてますけど、そのうち本当に商品売らなくなりますよ。だって売る必要性がなくなれば、売ることなく、売らなくてもいいですよね。だって例えばね、まあ、僕がヒカキンさんみたいになれるか、なるのはちょっと難しいとは思うんですけど、じゃあその YouTube の広告収入だけで100万とか上がれば、まあ、50万でもいいですよ、上がれば飯食っていけるんで、どうすか、50万とか100万あれば飯食っていけるでしょ。動画1本とか2本アップして、それで収入あったらもう良くないですか。であともし何かあっても、僕コンテンツ販売のスキルがあるんで、まあ、コンテンツ販売すればいいじゃないですか、何かあった場合も。でアカウントがバンになってもファンの人いるんで、まあ、実際僕アカウントバンの経験ありますから、アカウントバンになって今のこのチャンネルなんで。でも影響なかったですよ。なんで影響なかったかっていうと、コンテンツ販売ができるから。そうだから他の YouTuber さんと違うところは、そのコンテンツ販売が僕はできるんで、だからもしなんか YouTube の広告収入がなんかでそのバンとかまたなった場合でも、また復帰できる自信があります、コンテンツ販売できるから。うん、今ね本当これ見ていただいてる方、ありがた、あのチャンスだと思いますよ。だってあの僕が10年後商品もう売ってないかもしれないですよ。まあ、買っていただいたね、僕も塾運営してますから、その塾生さんのサポートとか続けていきますけども、もうそのコンテンツ販売は本当にやめますよ、本当に隠居ですよ。だっていつも思うんですけど、販売してもやんないんですもんどうすか、やんないんですよ。だから販売すると、もし僕がそのなんかね、あのもう YouTube で飯食っていけるだけど商品売るってなった場合、あのやることをなんかやることを保証したんだ、保証するんだったら売りますよみたいな。だってやること保証しなければ、僕がいい、どれだけいいもの提供しても結局やらないから稼げないでしょと。じゃあ僕詐欺師になりますよねと。うん、稼ぎたいんだったらやる保証してくださいと、あの書類書いてくださいと。やらなかったら、逆にやらなかったら罰金払いますっていうなんか書類書いてくださいって、それでもあの入りたいですかっていうぐらいにしますよ。やらなかったら、やらなかったらあの僕に罰金100万払ってください、それでも入りたいですか、それで入りたいんだったら入っていいですよ、書類書いてくださいみたいな。あのや、あのね、や諦めたら罰金100万吉田さんに払いますみたいな。そうじゃないですか。だって本物の内容を伝えようが何伝えようが、いや、そのやらなきゃね意味ないですよ。あの世界一最高峰の参考書がありました、世界一のノウハウがありました、それを使う人は誰ですかって話で、うん、だそれはねいつも僕思うんで、まあ今はね、あのまだ YouTuber としてね飯食っていけないですから、僕はコンテンツ販売ずっと続けますよ。まああとはまあ投資の世界に行って、40から投資の世界に行って、うーん、その投資で飯食えるようになっても、まあそれはそれでまたあのなんだ、うん、商品販売をフェードアウトしていくかもしれないですし、まあいずれにせよもう商品販売はもうフェードアウトすることは決めてるんで。なんで決めてるかっていうと、あなたがやってくれる保証をしてくれないからです。もう一度言いますね、あなたがやってくれる保証をしてくれないからです。あなたが求めてるのは稼げる保証をしてください、稼げる保証をしてくださいって言う割には自分は保証しないんですよ。自分は提示しないんですね。提示してくれと、稼げることを約束してくれとね、稼げる方法を教えてくれと。じゃああなたは保証できますか、やることをね。一番最初のまた話に戻すと、あなたの未来を変えるためにあなたは、うん、変わり続けることを約束してくれますか、保証してくれますか。であるならば、いくらでも本物の話はできるし、いくらでも本物のノウハウを提供することはできます。でもそれをやるのはやらないのはあなたでしょうって話です。うん、だけどこれはいくらね、僕と久保さんが動画でピーピー言ったとしても、ほとんどの人はやらないんで、
それを久保さんも知ってるし僕も知ってるんですよ。だから やってることが無意味なんですよ。だってやらね、やれやれって何百万回言ってもやらないんですよ。でもごく一部の人たちはそれに気づいてアクションを起こして人生を変えましたって言ってくれるんでまだいいですよ。まだいいんですけど、うん、だからまあ僕は死ぬまで伝え続けはしますよ。伝え続けていきますけれども、うん、その久保さんと同じ道ですよね、うん、商品を販売するとかそういうのはもうやめる、うん、だからやめるために、そう、やめたいからコンテンツ販売をもう卒業したいから変わり続けるっていうのもありますね。あ、これいいですね。もう僕はコンテンツ販売を卒業したいから変わり続ける、そうですね。まあ YouTuber でね、飯食っていけるっていうある程度ちょっと基盤作りたいのもありますから、コンテンツ販売をもうやめたいから変わり続ける。だってね、あの悪いですけど合宿とかめんどくさいですよ、セミナーとかお前開催者が言うなよって話ですけど、会場手配して人数も不確定なわけですよ。今回しかもこのやり取りですよ、これで売れんのかなみたいな、何人枠押さえとけばいいかなって。しかも宿泊施設ってね、そのキャンセル料とかもいろいろあるわけですよ、お金の問題も。だからその人数も何人入るか分かんないし、このやり取りだし、でしかも最初はね、もう十何人お問い合わせあったんですよ。13人ぐらい最初仮予約みたいなお問い合わせあったんで、あ、これ10人は埋まんじゃねえと思ったんですけど、埋まんなかったわけですよ。で決済してくれたのが4人とかなんですよね。なんか十何人いて、あ、半分ですよ。ああ、結局これぐらいかみたいな、やべえなみたいな。だけどね、あの動画の方は作り続けてて、まあセールスレターも作んないといけないかなと思ったんですけど、まあ結局埋まりましたよ。なんで埋まったかっていうと、あの動画をね、本数をなんか現実をこう変え続けた結果じゃないですか。現実を変え続けた結果、結局結論、未来はセールスレターなしで OK だったっていう、変え続けたから。久保さんとのやり取りを続けた結果、結局セールスレターなしでも埋まったっていう。今あの10名埋まってるんで、うん、で今参加費もう100万ですから、多分まあこれ以上増えないかなとは思うんですけど、まあ定員のね10名埋まったんで、まあよしと、よかったと。だって埋まんなかったらまあ赤字ですけど、赤字ですよそう、なんかその団体は10名かららしいんですよ。でその、うん、10名いなかったとしてもホテル代もらいますみたいな言われて、あ、マジかみたいな10名あ、ホテル代はちゃっかりもらうんで、まあ、飯代はあの一応引けますけど、一応10名からなんで、最低10名からなんで、10名分はチャージしますって言われて、マジかみたいな。まあ10名埋まったんでよかったですね。うん、まあこれも変え続けた結果ですよ。うん。そう。はい。ちょっとな、まあ長くなりましたけど、久保さんから送っていただいた動画はね、4分ぐらいの PV ですから、まあ見る見ないは。まあ、見ても3分ぐらいですから。ただ久保さんのストーリーですね、これまでのストーリーだったりとか、その凝縮されてね、こうギュギュッとまとめられてるんで、まあ、よかったら見てみてください。ではどうぞ。真ん中の子がこの2013年5月フラワーフェスティバルが広島で行われておりました。この頃私はまだインターネットビジネスの世界に入っていません。私が初めて自己アフィリエイトをするのはこれから1ヶ月後6月14日のことなのです。セルフバッグを始めて1週間、私の部屋にはウォーターサーバーが2機セルフバッグで入手したものがあります。喋りはただただしく、一体何を言ってるのか分かりません。皆さんこんにちは。今日もオープンリッチからお届けしております。今日はですね、この麻雀に関してですね、あの麻雀をされている方の脳は、実はですね、まあ若さを保つという当時の私の店舗オープンリッチ、繁盛店に見えますがこれでも赤字である。実は多くの今でも存続している麻雀店のほとんどが深夜による違法営業、帳簿操作による納税の隠匿、
そして従業員の社会保障費の搾取によって成り立っている。当時の私の初詣の模様である。